皆さんこんばんは。今週も企画会議からスタートしていこうかなと思います。よろしくお願いします。お願いします。あ、ゆうちょろさんとこうやってね、あの対面するのはこの番組では初めて。あやあや、はい、俺がいない間、はい、家を頼む。あと2年くらいで出てこれるから。あ、捕まってる手なんですか。頼む。アクリルは家を頼む。子供を頼む。はい、はじめまして。 DMM パチタウンの顔面カエルこと、あやきちこと水木あやです。顔面カエル。はじめまして。本当に僕初対面なんですよ。はい、本当に初対面。今日行きましたね、あやつって。水木あやさん、はい、なんかあれ違和感ないですか、こうやって喋ってますけど。そうですね。あ、いない。そうなんですよ。なんか聞いた話だと、なんか家庭でなんかやらかしちゃって今日来れないみたいな。いろいろあったみたいで、やめろ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 。あんまりだから僕らも来るところまでは行けないっていうのは、うん、言えないんだけどね。そう、ちょっとね、いろいろとやらかしてバカやめなさいよ。そういうのじゃないです。ちょっとね、何十年に一回しかないような大雨がちょっと今、ちょっと鹿児島の方で降ってまして、ちょっと交通機関が麻痺してまして、どうしてもちょっと行けなくて、そっちに。やでるさん、はい、やでるさん、はいはい、なめくせですか。そうですね、今ちょっとなめくせに到着したところ、今からドラゴンボール探す。バカだから。後ろに地球に出てますもんね。だから、ね、そう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 。ですね、会議をして、はいはい、企画に何をするか4人で話し合ってもらうところなんですけど、僕前回、はい、実践人だったんですよ。僕だけだったんですよね、そのミッションをクリアしたのが。あ、はい、といったところだったんで、はい、まあ、なぜ僕をここに置いたのか。なぜ難題だと。いや、でも今回ガチムチ系2人。ガチムチいます。ガチムチ系あっちに2人。ムチムチしてるのいましたね。弊社二郎ですよ、はい、最近ですね、牙抜けちまったんですよ。あらららららら。初見というか、水木さんに関しては初めましてというか、まだお会いはしてないんですけども、パチタウンが誇る今唯一のガチかもしれないです、ね、あ、らしいですよね。ここから、まあ、実践を見ていくわけですから、はい、すごい期待してるんで楽しみですね。ちょっとおじさん一人いないですけど、まあ、そこは何とかしてもらうとして、はい、いろいろあったみたいですね。そうですね、はい。日常のおじさんの、やっぱそのなんかチームワークみたいなの出ると思うんですよ、どっかで、うん、そうですね、はいはいはい。さあ、それでは皆様ご準備整いましたでしょうか。はい、 OK でーす。ではでは、おのおの、これが勝てるぞと雄大座ってもらったと思いますので、はい、スタートでございます。乗り打ちですからね。いや、そうよ、足引っ張らないでくださいよ。ああ、わかりました、わかりました、わかりました。頑張ります。僕はリゼロを確保しました。朝一台ですね。リゼロ？はい。あなた、何ですか？もっと勝ちに徹するなら、そんな朝一ゼロのリゼロなんて期待値あるかわかんないじゃないですか。いや、違うんですよ。前日回数ついてる台がすごい人気じゃないですか。はいはい、で、はい、めちゃめちゃ出玉も出てるんですよ、番長3とかもしかり。昨日出てた台が今日もなんか良さそうってことですか。どこまでそれが当てはまるか分かんないですけど、まだお昼なんでね。マイナスとかも昨日いい台が結構、今日も回数ついてて。え、水木さんもそこ気づいてたんですか。はい、この短時間で。この短時間で。え、で、水木さんは何打ってるんですか。私はパチスロパキを打ってます。いや、なんか前日悪くないんですよ。あ、前日いい台空いてたんですね。まあ、僕らはそのフットワークの軽さも武器にしておりますので。はい、そうなんです。誰かさんと違ってね。はい。
まず僕も店内しっかり一周して、はい、で思ったことが、はい、お客さん多いなってとりあえずそれに気がついたんですよ。はいはいはい、羽物のお祭りサブちゃんに今座っております。サブちゃん、はい、前回そのミーティングするじゃないですか、うん、でゆうちゃらがパチンコ打っていいですかって言ったんですよ、はい、ディレクターに、うん、その時にいやスロットでお願いしますって言った結果がパチンコ打ってたんですよあでも本当いい台の予感はしてるんで、まあ、あ本当ですか、待っててくださいよ。ほら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 当たった、待っててくださいよ、ほら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 当たった、はい当たりましたよ、持つ、はい一番乗り、持つ、はい、早い、早く当ててください、ちょっと、え持つ、ちょっと疑ってますけど本当ですか、本当です、今サブローチャンス、はい小竹倍小竹た竹だ、まあいいや、ね7ラウンドくらいです、とりあえず出玉も打ちましたよ、これが僕の実力ですよ。なあジロー、はい、言っていいですか、はい、はい、マックスラウンド昇格、15ラウンド昇格したから俺、あら俺が一番や、俺は頼りがあるな、まあ、結果残したやつが全てですからね。そうですね、パッツの結果残した人が全てですからね、はい、だからもう出玉僕持ったらもう2人にはタメ口で行かせてもらおうと思ってるんで今日。じゃあ出玉さえ取れれば私もお二人にタメ口でいいんですか。あいやもちろんもちろんもちろん、出玉持ってるやつが一番偉いですから。いや水木さんは、はい、今からタメ口でお願いします。おいなんか求めんな変なの変な求めんなって。今から豚って呼んでくれればプレイじゃないですか、なんかのありがたいんで、皆さんが50枚メダル入れるたびにですよ、はい、僕のメダルが18枚くらい減ってると自覚してちゃんと打ってくださいね、ちゃんと。あ乗り打ちやからね。そうですそうです。同じこと言えますよパチンコにも、あなたが釘に弾かれたその棚、3人分の思い乗ってますんで。あすいません、コーヒーレディさん、バナナジュース。やめろやめろこれはダメですよ。で私たちの玉でもありますからね。いや、そうですよ。うるせえな、お前らは。乗り打ち慣れてないんか。やったことないんか。乗り打ちって知ってます本当ね、ゆうちゃろね、友達いないんすよマジで僕LINE しても1週間ぐらい帰ってこないこととかも当たり前なんで、LINE でそれはなかなかですね。だからマネージャーさんに僕がわざわざ LINE をしてこの日飲み行くからゆうちゃろに連絡しといてって言って帰ってくるって、こんなシステムなんで。今チャンス目引いたんですけど、これで CZ に行けばチャンス継続。いやー弱いなー。あでもチャンスアップ出てた。チャンスゾーン突入しました。チャンスゾーンが3種類ですね。さっき、まあのどか衣ちゃんのどれか、で衣だったら激アツで、まあ、さっきが一番下になっちゃうんですけど、まあ、さっきでも 27% ぐらいかな、期待度的にはあるんで生かしたい。何が出てくるか、ういっ、いやさっきです、だいたいこれですで狙い出てきたときに揃えば、あこれ青なんですごい弱いんですけど、揃ったらボーナス、まあ、AT ですね、 AT 確定です。で赤ビク赤7以上確定なんでレグが出てくることがないんで、まあ、実質 AT 確定となります。はーい青、左手がガチプロっぽいですね今置き方が。あれありますから。やりますあれ疲れてる時で体に出ちゃってますね。そうなんです、染み込んじゃってんのかなガチプロの血が、うん、厳しい。あこれ今のカットインが出ると悪魔地ポイントっていうのが溜まるんですよ。まあ簡単に言うと不屈ポイント的なセイントセイヤで例えるとですね。でこれが溜まれば溜まるほど
次当たった時にレグだった場合赤7ビッグになるし、赤7だった場合白で、白だった場合バードロイ親番ですね。今前兆始まったんで400台なんで、まあ、通常か先モードじゃね、この先清澄モードっていうのがあって、その登場人物、このキャラクターによっていろんなモードのあれが変わってるんですけど、もしも先モードだった場合、この有力感で使った枚数をなんと全部プラマイゼロに戻してくれるんですよ。だからまあもし AT 入ったら先モードの場合ですよ、先モードだった場合は使った分は必ず全部戻ってくるよっていう、そんなパチクロ今までないでしょ。ほい、おっと、ちょっと熱い。でも演出はすごく弱い。あ、でも熱い、赤文字。ほい、よい、当たりました。ありがとうございます。430ゲームですね。レグか。あ、ポイント溜まってた、よかった。はい、これで赤7以上です。お、ほい、はい、よかった。赤7ですね、ビッグボーナス出てきてくれたんで実質 AT突入です。次郎さん、赤7ボーナスでしたよ。あら、おめでとうございます。当たった、当たりました。やる。え、今何枚くらい使いました？今450枚使いました。素晴らしい。あら、はい、いいな。早めです。ただゆうちゃろさん、はい、今みずきちゃんが当たりましたっていう時の言い方、はい、これすげえメンヘラ女子の言い方でした。当たりました。どういう、あ、いやいや、もうどうとかはね、すげえ言いづらいんですよ、うん、あの当たりましたみたいな感覚がすげえメンヘラ女子の、うん、完全にそれでしたね。ようよう考えたら、あ、水色の髪の毛にしてるやつメンヘラ女子かと思って。ちょっと待ってください。確かに。ちょっと待ってください、これめちゃくちゃ言われるんですよ。でもなんかメンヘラっぽい顔してるもんね。そこまで言ってない、そこまで言ってない。ゆうちゃろさん、え、今の一生忘れないですから。デフォルトっすね。で、こっから継続抽選ですね。これで継続したらもう一回ボーナス出てくるよ。あと次、いや、だいぶ弱い、これは。先行してくれれば、ははまあ、まだ復活あるんで。えい、早いよ、終わるの。早いって。いやー、単発。ジロー君、今何ゲームですか？ただいま500ですね。あ、もうそんな回ってんの？ただあのモード B なんで、はい、ここが天井です。ここの設定だったらここ通したいですね、はい、間違いなく。ジロー君ってさ、あの全国に愛人がいるって聞いたけど本当？おい、どのタイミングで喋ってんの、そんな話。わけわからん話を。切れないところで。そうそうそう、本当ね、何も考えねえんだよこいつは。わざわざその天井ですって言ったところであのぶっ込みをするっていう、多分狙ってんすよね。いや、本当に。何もない話。ちょっと待って。ちょっと待ってくれ。否定させろ。否定させろ。外れた。残念。外れたじゃねえんですよ。残念。今暑かったの。で何？で何じゃなくて、そんなことないですよ。愛人が。いや、愛人も何も結婚もしてないんですよ。あ、そうなんだ。さあ、スバルの大活躍をご覧ください。ヨル君、結果出してや、頼むで。さあ、ここよ、大事なのくれ、もらったことない、こんな。
じゃあ行きますか。大事な大事な撃破率アップチャレンジ。初期が50以外のこともある。50。さあ行きます。うわ、早ー。あー、緑84回ですよね。やべー、67%で白毛3体を倒せば、まあ、継続率 67% で3連させれば晴れて AT ですよと。頼むぞー、ここで決まります、このレバーで決まります。はい、うわー、やって終わったくせ。ただ1戦目に関してはこのまま白毛 ね、これで負けて復活ってパターン結構多いんで、意外とね、意外と。どうした、ランプ消えたー、サミー倒せず。ちょっとコンビニ行ってきます。おーい、負けてるじゃないですか。500マスク負けたの。いやー、ついでに有力感も切れたんですね。切れましたね。ちょっと寂しいな。ちょっともう一発だけ終わしてください。もう一発だけ、もう一発いきましょう。ちょっと移動しますね。どうしたっすか。1万発か2万発確保できる台なんですよね。はい、移動します。はい、皆さん、私大移動いたしました。あらあら、あら、大移動したんすか。はい、何だと思いますか。わかるか。わかんないんですよ。わかるか。え、わかんないですか。ジャグラー。はい、今話題のなんと時速4万発出ると言われてるダイクの原産です。わあ、いいですね。はい、あと実戦時間残り5時間ありますので、はい、20万発も今から射程圏内でございます。確かにね、理論的にはね、そうですね。確かにね。はい、皆さん当たってるんですか。いえ、いえ、いい加減にしてくださいよ。そろそろ僕も堪忍袋の方が切れますよ。仏のゆうちゃろも。あれ、ゆうちゃろさん出玉持ってるんでしたっけ。持ってないです。よう言えたな。そういや、ゆうちゃろさん、はい、僕1個クレームを今日家から持ってきてるんです。何ですか。いや、わざわざ準備してきたんですね。いや、僕も100個ぐらいありますので、ね。すいませんが、はい、ゆうちゃろさん、共演したくないこの業界の人。あ、やってましたね。1位、誰でしたっけ。いや、ちょっと記憶にないですね。あ、嘘つけ。共演したくないやつ、ナンバーワン、ジローって言ってたんですよ。え、こんなに仲良くしてんのにもかかわらず、どんな理由なんでしたっけ。何でしたっけ。いや、なんか顔がムカつくとか。嘘つけ、覚えてないんか。覚えてない。下手くそか。本当に嘘つくの下手なんだよこいつ、マジで。高いお金払ってキャバレークラブでお酒飲んでるのに、ジロー君の話をやたらとされるんですよ。お金払ってなんで僕がジローファンの話を永遠と聞かなくちゃいけないんですか。まあ言ってるのは分かる。でもね、ゆうちゃろと同い年なんですけど、はい、うん、キャバレークラブって言い方やめてほしい。ちょっと50歳ぐらいだろ、言っていいのは。久々に聞きましたね。ですよね。でも水木さんもそういう方いませんか。え、共演したくない方ですか。はい。あ、いや、うん、え、いるな。いるっぽいですね。この絶妙な反応。いや、そんなのいないですよ。分かった。なんで食べたんですか。中金くんでしょう。中金くんは女性をね、目つきで見てきますから気をつけてくださいね。そうなんですか。まだお会いしたことないんですよ。はい、目で彼はね。あのね、ゆうちゃろはね、なんだろうな、なんかあんのかな。いや、でも優しさかもしれないですよ。ああ、宣伝をしてあげてるみたいな。そうかもしれないですよ。裏返しなんですかね、なんかの。だといいですけどね。そう思っときましょうか。あ、当たった。え、いや、極限部熱いですね。当たったんですか。当たってはないです。リクエスト演出ですね。ああ、はい。でもちょっと待って、今
ハンナちゃんのカットインが入ってるんですけど、ね、極限部って言って60%以上はある演出です。じゃあ難題演出の一つで す, ね、そうです。大体大当たりには絡むかなっていう演出なんで。超熱いの来てるからね、金カットインとか、やばいやばい、これ当たるから、ほんと信じて信じてよ。当たったらいいっすね。いいっすね。ほんとだから、ね、今演出中ってことですね。いやこれ当たると思うよ。だって極めとか出てるよ、極めゲット。あら、熱そうですよ、それは。ほらほらほら、極めいい音するんですよ、これ、ね、いいですね。いい音するんですよ、知ってるね。なんか煽ってきますね。俺も分かんない。いい音だ。誰も分かんない。でも熱いですよ。リーチのバトルリーチの中で一番強いキャラですね。最強リーチクラスなんじゃないかなっていう予感はしてます。格上げチャンスアップ入りました。セリフが高田さん的には、はい、もう当たる、当たりそうですか。あ、全然当たっていいと思います。おお、ライリーなかなか出てこないんです。あ、そうなんですね。ちょっと期待しましょうか。当たったらおかわりします。おかわり、おかわりとかいっぱい1杯目も飲んでんだ。衝撃の事実が乗り打ちの玉で。さあ来い。え、いや、復活結構多いんで。ああ、そうなんですね、はい、あえ、外れたんですか、ね、まさか。いや、なかなかに熱いですよ、あれは。高田さん、嘘つきました、今。いやいやいや、本当に極限部と大竜と赤テロップはもう、はい、揃ってたんですね、一応。結構いけるだろうなって安心してました、むしろ。うわー、チャロやらかしたな。いやちょっと怖いですね、今のところ3人ともやられてるん で、ね、うん、まあ、チャロさんが当ててくれればね、一撃性は一番高いかなと思いますけど。今日初めて来ました、行手リー。行手の確率重いんでね、なかなかしてないんですけど。今、でも残念ながら降格じゃないんで、計画で引いちゃったんで、まあ、なかなか当たらない。絶対当たらないな、これ。はい。びっくりした。絶対当たんねえな、これ。当たりました。そうだよね、だいたいそうなんだ。あ、同じパターン。また溜まってたってことです。やだった、ポイントってことは AT、 そうですね、確定になったと。ありがてえ。これ2度目ですよね。そうです。さっきは単発で終わっちゃったので、あ、ですよね。そうですね、次こそは伸ばす、うん、まあ、1000枚弱投資してたんで、うん、ここでね、一撃ある程度引ければって形ですよね、うん、お、カーンですね、ちょっと捕まったんで。どうだ、カーンおかー、114枚、ここの終了画面って、まあ、ここですね。結構継続期待度とか示唆出してくれたりするんですけど、これは弱い。えい、お、先だ。へい、よし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 、これは続いたでしょ。赤に変わったよ、しかも先だしね。ほい、ライバル先生、打ち方綺麗ですね。ですよね。やっぱ毎日打ってるから、そのなんていうか無駄がないというか。確かに。復活、よし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 、白七がいいな。白赤で使う。お、これがチャンスゾーン、チャンスゾーンで、まあ特化ゾーンですね、上乗せの。そのツモチャンス来ました、ようやく。いや、始まりましたね。ようやく来ました、上乗せ特化ゾーン。カンすればストックできるんですよ。カンすればね。いや、カンしようがないんですよ、今。一個も溜まってないんで。
あー、さっきなー、追加しかなかったらなー。なー、でも頑張ろう。2個目。やっと3ゲーム目で2個。よし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 。あと1個。ああ、やだ、ここで終わるのはやだ。あと1個とかだったんですか。そうですね、あと1個でした。もったいないですね。うん、惜しかった。1個も殴れなかったです。お、レインボー、ありがとうございます。部長出てくれました。ひさちゃん順調ですね、かなり。うん、はい、まあ、だいたいやからなんか後ろ7あんまり出てきてくれないんで。あー、つもつもチャンス生かしたかったな。はい、395枚押されてくれなかった。はい、やっぱりさきちゃん、いやー、ライバルか。あ、よし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 、楽しいですね。いいですね、うん、楽しい。はい、赤なな。あ、ちょっと暑いです。今ステージチェンジするときに大工の源さんってボイスが出ました。ステージチェンジの時のボイスはちょっと暑かったはずです。そして今行ってるステージ、これカンナステージって言うんですけど、このカンナステージね、結構そんな派手じゃない地味な割に信頼度3割から4割、そうなんですよ、しれっと変わるんで。あ、そうなんですね。そうです、期待できるパターン。あ、両方下がりましたね。2段階はいいですね。ロゴじゃない、薬物も1回ガンじゃなくてガンガンって2段階で落ちるとさらに熱いんですね。このパターンは、まあ、スペシャルリーチ行った場合はスペシャルリーチ前半後半ってあるんですけど、おそらくこれは後半に行ってくれるパターンだと思います。今前半超えましたね。これでスペシャルリーチの後半っていう扱いで間違いないんだ。仲間が参戦すれば 70% 超えてくるんで。あ、そんなに上がるんですね。解説ポイントを間違っていたらごめんなさい。今のところが参戦するかどうかの。70%オーバーで入りそうで入らなかった。今回はなしだった。そうですね、ちょっと弱いですね、これだけだと。これは期待できますよ、しかし。でもこういうのでも当たるんですよ。あ、そういうことなんですね。そうなんですよ、こういうのでもえっていうのがあるんで。バランスいいですね。そうなんですよ。ここで最後のボタンかな。復活が多いみたいなんでね、注目ですね、ここ。外れた、俺も帰る。ジローさん映んないですね。確かにさっきからなんかあれ、え、映りましたっけ。今回なんか全然映ってない。なんか最初の方に少しだけ。あ、でもちょうど3個あるんでチャンスじゃないですか。3つ溜まってるんで1回でも引ければトップ1個できる。はい、ボスボチャンス。お、熱い。おい、速攻で溜まったカン、ありがとうございます。レインストーク、あと2回。お、お、なんかうまいですね、結構。うん、はい、あと1回いければ。はい、ラスト、どうだ。おー、おー、
乗せれました。でかいですねこれは。すごい、ありがとうございます。これは投資分回収できるんじゃないですか。ですね、大黒柱ですね。楽しい。3人の中の。いや男がちょっとねそれを見せて欲しかったけど。あれジローさん、ジローさんを出してください。本当お願いしますよ。弊社ジャンマルフット TV ジロー出してくださいよ。お願いしますよ。マジか、あとちょっとしかないじゃないですか。そうですよ。さあ全長完成しました。来ましたね。あ、やった。やっと来た。帰ってなかった、よかった。いや、よかった。ただ当たるとこや。そうですね。テンションが、テンションがものすごいおつやみたいな感じですよね。イベントね、さすがに、まあ、25本使ってるわけですんで。うわぁ、結構使ってますね。このままじゃ家帰られへんぞ。でも乾燥するからね。そうなんですよ。うん、だって1体撃破アイコン持ってるんですよね。そうです。ってことは残り2体じゃないですか。はい。50% ですよね。はい。あなたが 50% を通すなんて朝飯前じゃないですか。もうまさにその通りで、私今までまあバチスロー散々打ってきましたが、いろんなところで行ってますね。乗るんじゃねえよ。言い返しなさいよ。これを通さな、この 50% を通さな勝てねえぞっていう台なんてたくさん打ってきてるわけですから。それを乗り越え、今ここに立ってるわけですんで、ちょっとあんま何言ってるか分かんなかったですけど、自分でも。いや、数々の伝説を残してきた二郎さんであれば、お任せあれ。もう 50% 試写購入して 100% できますよね。はい、10のくらい試写購入するやつ初めて聞きましたけど、確かにね、 50% 100% になりますもんね。51%頼むぞ。ピー頼むぞ。 51% これ大丈夫か。ミミか、ミミクルシュなら、ミミクルシュなら終わった。もうやめようかな。ここでクルシュ落としてもいいぐらいですね。大丈夫かよ。マジかよ。あの3人の中で先輩にだけはならないでくれ。うわー、もうやってらんねー、やってらんねー。ちょっとコンビニ行ってきます。負けたの？負けたんですか？嘘でしょ。あなた黒バラ軍団、いやジャンバリドット TV の顔じゃないですか。そんなんで負けたんですか、あんた。アホの好きだし、ジョーク無視してるし。ダメージ大きそうですね。いやー、まあガチムチ系のジロー君ムチムチしてますね今のところ。ちょっと僕台探しますわ。25本、まだ大丈夫、まだ大丈夫、まだ折り返せる。いや厳しいな。売れっ子2人が全然出してないんですか。みずきちゃん、僕のインターネット番組暇な時見てもらえれば分かるけど、はい、おそらくインターネットパチンコ界隈で一番負けてる男だから俺間違いなく。確かに。そんなに勝ってないんですか。あ、本当に俺すごい負けてる人だから。我らが大黒柱ですね。いや本当に頑張っていただきたいですね。きたー、やったー、親番ボーナスー、すごい抜きました。一応期待度1000枚と言われている親番ボーナスです。バードロイですね。あらっす、ループさせればいけます。乾燥、乾燥も夢じゃない。今の状況でストックを保有していて、うん、この親番ボーナス、これもう本当にいけるんじゃないですか。ですね。この次にも親番が出てきてくれればいいんですよね。いかにこの親番ボーナスをループさせるかが勝負。
処理で何が出てくるか。いや、さすがに親番一発では落としたくないな。よし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 、よかった。いい音聞こえました。ちょっと絶好調じゃないですか。何枚出てんすか今。いや、まだ700、800枚ぐらいですね。思ったより出てねえな。お前が言うなよ。次回のパチタウン TV、 勢いに乗る水木とは反対に弱気な二人にも波乱の展開が。だー、極め、絶対に負けられない戦いがそこにはあると思ってるんです。それは挑戦いこう。満を持してあの男が登場。正直言っていいですか、もう大丈夫です。何の心配もいりません、俺が来たからには。次回もお楽しみに。